おはようございます。今日は朝から夕方の保育園に迎えに行くくらいまで3時のワンオペがどんな感じかをちょっと撮っていきたいと思います。最近はパパが夜遅い仕事で忙しい時間にないので、朝と夜はワンオペという日が続いております。今朝8時なんですけど、いつもの3人の子育てをしつつ、普段もお仕事する様子や普段の息抜きしてる時の様子なんかもお届けしようと思います。ちょっとカーテン開けて今とりあえずトイレに行って着替えました。それしかやってない。まだやばい。若干もう寝坊気味です。しかもね、朝ねスマホ充電しかも充電し忘れて 3% しかないので充電をしておきます。モバイルバッテリーで充電しておきます。じゃあ朝の準備始めます。ういはい、おむつまずはちーのおむつ替えから常に始まります。はい、おきもいきもい。はい、次今ね、最近2人自分で保育園のカトラリーをね準備してもらってます。毎日自分でやんだよな、やっぱな。あ、ほんと。ちょっと待って、仕分け開けます。ち大丈夫よ、大丈夫。あったでしょ。ない。うん、探してみて、その辺。チーズがあるかな。え、かわいいね、チー。かわいいよ、チー。とうくん、連絡書あった？あった。よかったね、あって。どんぐらい食べる？そんなもんでいい、そんなもんで。自分の分持って。できた。とうくんが面倒見てくれてね。ありがとう。ね、ちょっと待って。どれがいいかな。ちょっと待ってってば。あ、これ食べたいって。朝ごはんできたんだけど、ちょっとカオスな現場になっていました。あれね。枝豆クッキーも。ちー、枝豆クッキー食べるって。枝豆クッキー？枝豆ね。はい。箸準備したの？準備したよ。あれ？お茶？後ろはたーくんです。ああ、ちょっと価格が今回しか取れないんですけど。はい、チー。飲み物。はい、どうぞ。はい。後ろ斜めはリータンです。隣はチーくんです。ありがとう。状況報告ありがとう。お、29%までいった。よし、じゃあ納豆。納豆、みんなで食べましょう。納豆。ママ一緒に見るよ。チーさん結構やった、疲れるぐらい。ほんと？うん。僕の頭で見えないんだけどせーの、いただきます。シャケ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 も入れていい？うん。納豆の隣にシャケを入れます。うん。ジュー君自分で納豆食べてんの？かわいいね。あ、すごいすごい。よし。いっぱい食べてね。ここに納豆が入れる。かわいい。納豆の時は髪を結ぶ。あ、そうだ。さっき多いんだけど。これママ全部ママこれじゃないから大丈夫。ちょっと残したりとかしてほぐしておくから。なんだよ。なんだよ。食べたいでしょ。おいしい。あ、おいしい。とうくんがこれおいしいでから大好きのやつだ。うん、よかったよかった。早い。あ、もうない。はい。おいしい？チーくん食べるの早いよ。もうチーくん早いよ。チーくんバナナもあるからね。大好きなバナナ。オーガニフルーツ。バッタバタよ。自分がね、食べる時間がね、ほとんどなくてね。見ててほしいんだけど、ちょっと見ててほしいんだけど。はい、いくよ。はい、チー、はい、あーん。って感じで自分の食べる余裕はあんまないんですよ。もう少し使い食べできるのにすれば楽だったかもしれないね。じゃあイータがご飯食べてる間にさっと髪の毛をやっちゃいます。女の子は大変でありますけどやっちゃいます。けどやっちゃいます。早くご飯食べて遅刻。早くご飯食べて遅刻。本当に遊んでる場合じゃないよ。本当に今日絶対プールやるから、だから早く食べないと入れないよ。プールやるよ絶対。30度だって。30度32度。やばいよ、暑い。よし、痛いんじゃない。痛い。可愛くできた。プールカードと連絡帳を書きます。ちぐちょっと待っててね。お疲れ様でした。はい、タイヤも測んなきゃ。はしあげ。おいで。はい、行くよ。はい、すぐ行く。はい、すぐ行く。はい、はい。チー。はい、オッケー。はい、チー。あなたもする。あなたも。はい、あなたもね。はい。終わりました。連れてきます。もう、大遅刻。はい。はい、行ってきます。はい。はい。寝ます。あ、チーのリュック、プールに行ってきます。化粧もしてないしさあ、時間ないのに帰りました。もういろいろやっていきたいと思います。もうこれだけ疲れたわ、本当に。やりやすい。はい、帰ってきて飲み物を飲んで10時20分です。まだ家事も終わってない。仕事をしたいんだけど家事をやんなきゃいけないので、こういう時はね、音楽を聴きながらノリノリで、てかいつも聴いてんだけど音楽聴きながら家事をしていきたいと思います。何にしようかな今日は。いつも K-POP なんですけど今日も K-POP。 洗濯も回さなきゃ。じゃあ洗濯回します。もうね、これだけ楽でしょ。疲れてんな。皿洗いします。皿洗いやることが多いよ本当にね。じゃあ動画見ながら皿洗いしちゃいます。いや、いい曲やわ。いや、マジでいい曲やわ。おりやっぱ音楽あるといいよね、こんなのいながら。じゃあね、洗濯機が終わったんで洗濯物を畳もうと思います。洗濯物を畳んでる時、私はいつもこのね、ここにね、こういい感じに調整して、ここで動画見ながら映ってるここで動画見ながら洗濯物を畳んでるんですけど、今日は何見ようかな。これがマジで便利で、いろんなとこに置いておけるんですけど、まあ好きなゲームの攻略動画を見ます。家の掃除するところが多すぎる。そしてもう午前中が終わってしまう。やばい。仕事もしなくちゃいけない。やばい。まず自分の YouTube の方のチェックしたりとか、一応仕事をしていきたいと思います。少しねトレンドをチェックしたりとか、あと YouTube の方を見たりとか、アナリティクス見てみたりとか、いろいろやっていきたいと思います。ちょっと作業を見られるのはちょっと恥ずかしいので、まあちょっと秘密で双子の出産の動画が550万再生、ありがとうございます。すごいな。昨日あたりに行ったんじゃないかな。550万、本当にありがとうございます。私この動画大好きすぎて毎日見てる可愛くないこれ。超嬉しそうなの。お可愛い。これ本当に可愛い。自分の動画見てニヤついてるとこ見られるのちょっと恥ずかしい。ちょっと作業していきたいと思います。お昼ご飯時間になりました。軽くお昼ご飯をね作ろうと思っていろいろ調べてたんですけど、スーラータンメンが食べたいなと思って、それのちょっとアレンジをちょっと探してました。そしたらさ、なんかこう肉のっけようと思って、韓国人がこうやってなんかしゃぶしゃぶやるときにこうやってやってたやつやってみようと思ってやってみよう。はい、ご飯作るよ。超食べてるスーラータンメン、超好きなの。黒麺のやつだけどね、アレンジだからさ、うまくいくかな。お湯が沸くまで片付けるわ。さあ、いきます。端っこ持っていくよ。見た、なんか火通ってる感じする。普通にやった方が全然いいわ。普通にやります。もう一枚だけいったら、あ、全部なんだけど、ちょっと待って。行儀悪いよね、やめよう。いやもうさ、子供いる時はさ料理頑張るけどさ、別に一人だしさ、自分だけの時はさめっちゃ手抜くよ。こんなんでいいじゃん。うわ、ぴったりできた。じゃあランチ休憩したいと思います。いただきます。おいしい。一人寂しく食べるのもあれなので動画を見ます。だいたい推しの動画です。じゃあゆっくり食べたいと思います。はい、ごちそうさまでした。一瞬で食べ終わって汗めっちゃかきましたじゃあね、この後ちょっと撮影をしたいので軽くメイクをしていきたいと思います。ごちそうさまでした。はい、メイクします。こんぐらいがいいかな。軽くね、身支度をして、メイクが終わったので今日撮影したいと思います。あのね、まあずっと撮影してるけどさ、こういうリズムで、まあ、平日を過ごすことが多いんですけど、朝ねメイクする余裕があればいいんだけど、保育園に行く時にメイクがねしてないですね。じゃあちょっと編集タイムです。これをねスマホ見ながら、 SNS がこう来たらすぐね見えるようにしながらちょっと編集をしちゃいます。ちゃっちゃと。かわいいちごめんごめん、これは早く仕上げなきゃよ。ちま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 作業してんだよ。ちま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 やってます。あ、そういえば言うの忘れてた。これねマッサージなんですけど、あったかくなってちょっと振動するんですけど、パトリルさんにプレゼントしてもらったから愛用しています2時間ぐらい集中して編集したいと思います。頑張るぞーい。こんな感じで平日を過ごしていることが多いです。これから保育園のお迎えに行きます。今日はここまで。久しぶりにねママに密着を撮ってみたんですが、いかがだったでしょうか。毎日いろいろあるけど、まあ大体こんな感じで過ごしています。実は最近ボロボロだったスマホケースを新しいのに変えて、これがめちゃくちゃ良くて気に入っています。前まで使ってたやつがちょっと汚れてきちゃってたから、ちょっと新しくしたくて、しかもこれマグセーフで充電できるので、これなんですけどね、これで充電できるんですよ。ほらめっちゃ助かっております。今までこういうの使ってこなかったんですけど、すごい使いやすいなと思いました。これだとコードレスで充電できるし、しかもサイズも薄くて、しかもカメラに干渉しないデザインなので、外でも持ち運びしやすいし便利かなと思います。私は息抜きに結構ゲームしたり、その動画見たりとか、あと音楽がめっちゃ好きだから音楽を聴いたり、それを家事しながらやってるので、こういろんなとこにこうスマホ置いてこう角度調整したりとかしながらやってるんですけど、これはね、角度調整がめっちゃしやすくて、いろんなところに置きながら家事の作業ができるから、それがマジでいいなと思ってます。しかも私の好きなちょっと紫にしてみたんだけどね、めっちゃ可愛いっしょ。カラパリも豊富なのでおすすめです。落下のね、衝撃を抑えてくれる特殊なバンパーもついてるので、ケースが薄いのに丈夫で、万が一落としても安心でありがたいです。ちーくんにバタカレンダーを出したりとか、こう持ってっちゃったりとかするからね。やっぱこのリングが丈夫で、だって360度回るんだけど、スマホで動画撮る時とかも、割とどこでも置けるから、角度キープしながらいい感じの画角で撮れるし、これがね、縦にも横にもスタンド代わりになるので、めっちゃ楽です。あと寝てる時とかにスマホいじる時にさ、なんかこうやってやって、こう顔に落としちゃったりとかして、痛ーとかなることあると思うんだけど、こうやってリングに指入れておくと落ちてくることはないから、これが意外といいんだよね。子育てしてると子供がなんか近くで寝てることとかもあるから、子供に落としちゃったら大変だし、結構役立つなっていう時があります。あと寝室でもね、ワイヤレスで充電できるっていうのも結構ありがたいかな。やっぱりスマホは毎日使うものなので、あんまり気にしてこなかったけど、ケースを変えただけで便利になって、意外と侮れないなと感じました。そんなこんなで話していたら、もう保育園に迎えに行く時間になったので、行ってきます。よければこちらのスマホケース、UPROオースタンド R フュージョンの詳細は概要欄に載っけてますので、おそろにしたい方ぜひ買ってみてください。それではこの動画が良かったらぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。それではまたね。じゃあ行ってきます。よいしょ。はいはいに食べる、はいはいに食べるってずっと言ってんもん。あれね、これママクッキーもはいはいとはいはい、チョコクッキーとさつまいもクッキー、枝豆クッキー。